おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も小倉せやっていきたいと思います、前回はですね、依頼人さくらちゃんがすごい引っ込み思案でもうどうしたらいいかわかんねえって言ってるところをりほちゃんが度胸つけてやるぞやつって、これから放送室で特訓するぞってところで終わりました。次人替えからですが、カンタくんとゲンジくんの2人に光ってますね。光ってるというか緑になってますね。ちょっとどっち変えようかな。じゃあちょっとカンタくん、お私の霊感であの女子の思念を探る。あそう、あこれ動けるようになってんだ。えこうこうかな。うーん、小安義満また別の子を捨てていた。あんな男がモテるなんて絶対に許してはおけない。復讐してやる、小安義満に。ありゃあ物騒な話だ。こりゃあとんだ男を好きになっちゃったね、依頼人は。誰だろうね、あの呪いの女子は。あら、ちょっと待って、挟まれた。まずい、これはまずい。盗み聞きしてたことがバレてしまう。あれ、かなちゃんどうしたの？なんか具合悪そうだけど。挟まれてる。え、ううん、別に。かな、それが彼女の正体なわけだ。あー、なんかオープニングにいたよね。なんだっけ、何かなだっけな。大森かなみたいな子だったような気がするな。で、ありゃりゃりゃ、もうこんな時間。さ、私はリーの場所へ心霊スポットの調査をしなきゃね。私の気になる心霊スポット、それは体育館の近くですよ。あ、こっちから行けないんだったん。こっちから行こう。はい、この辺で、あ、なんかいる、女子が2人。うう、なんかさ、更衣室の周りをうろうろする男子がいるらしいのよ。怪しいわね、覗き魔なんじゃないの。フレチな輩もいるもんだね。さあ、今日はこれでおしまい。あとはいつものようにここで心理調査と。ってことで、カンタくんが動けなくなったから、じゃあ、あとは秋葉賢治寝てる。あ、そうだ、今からアジトでやることがある。 OK、 なるほどね。もう一人だけ不真面目全開じゃん。ほら、一人だけ椅子横だもの。で、ここら辺は別に調べられるわけじゃないんだね。 OK、 出ようか。で、ここがどこなんだ。普通か、浸透2階か。ってことは、あれ、どこにアジトがあるって言ったっけ。給湯か、こっちか。給湯の3階って言ったっけ。こっちじゃない。はい、どうでしょうか。当たってますか。当たってました。あれ、いない、骸骨くんが。ん、あれ、なんかアジトの入り口がいつもと違ったような。あ、いつもはやっぱり骸骨がいるのがデフォなんだね。あれ、守護者の森助くんがいない。あ、森助くんっていうの、あれ覚えとこう。どこ行っちゃったんだろう。歩いてっちゃったかな。怖いこと言わないで。まあいいか、そのうち戻ってくるだろう。それよりもアジトでやることがある。 OK、 よし、アジトに着いた。よし、早速。で、動けませんね。別に琴の葉が使えるわけじゃないよね。別に使えないね。ってことは、じゃあ人替えで鎌田さくらちゃんに行きましょう。放送室入っていいの。あ、じゃあ入らざるを得ないのか。これどっか行けないのかな。あ、行けるんか。逃げることはできるんだ、一応。うん、うちの放送部活発らしいけどさ、女の子一人しか見たことないわ。あ、じゃあたまちゃんが一人で仕切ってんのかな、放送室。あ、そしたら鍵とか確かに預けられてる可能性は高いね。入りまーす。さあ、特訓。え、あの、ここかな。いえ、ここ。あんまりいじらない方が。大丈夫大丈夫、やり方わかってるから。わかってる人から聞いたし。実際に触ったことないように聞こえるけれど。そうそう、これ。あ、違った、これ。なんだこれ、なんか急に明るくなったぞ。ピンクになった。何ですかこれ。告白にはその場独特の雰囲気ってのがあるの。それを再現。こんな雰囲気なんですか、告白。
そうそう、告白ってこう甘くてふわふわしてBGM もドゥッツクッツッツって。いや、さあ行くわよ。こっちにいるのが、ありがとう、びっくりした。リホちゃん転んじゃったよ。また転んでいるよ。あだー、あ、じゃ大丈夫、当てて、大丈夫よ、慣れてるから。そうなの。そんなことよりこっち、これ彼が小安さんね。彼どれ、え、なにこいつ、あ、びっくりじゃん、え、あ、森助くんじゃん、これウィッグをかぶった森助くんじゃん。ほら、ちゃんと、ん？ほら、ちゃんと見て。こんにちは、僕、小安です。もう、緊張しちゃって。わかった、ひっくり返すから。ほら、後ろ向いた。さっきよりは気楽でしょ？え、はい、スタート。え？めくるめくロマンの香り、怪しく光る愛の花。ちょっと池袋さん、カット、ダメでしょ、告白の舞台なんだから。はぁ、あきれとるがだ。行くよ、はい、スタート。めくるめくロマンの香り、怪しく光る愛の花、それが私の秘めたる思い。一世一代の恋心、女鎌田さくら、今ここに花開く。え、それ今。あ、小安さん、小安さんが目の前に、目がぐるぐるになってる。そこ行け。好きです。気絶したでしょこれ。ちょっとさくらちゃんしっかり。かわいい、よく漫画であるズコーみたいな。本人がいないのに気絶しちゃうなんて。ごめんね、私。こりゃちょっと大変だな。やっぱり無理よね。そりゃそうよね。大丈夫、大丈夫。受けた依頼は必ず果たすから。ねえ、依頼って、池袋さん、一体。あ、行かなきゃ。ごめんね。また呼ぶから。じゃ。すごい自由人。なんだかすごく疲れたわ。お疲れ、さくらちゃん、頑張ったね。でこれで動けなくなったから、あ、今度はまた源氏くんに帰るのかな。源氏さん、はっ、何、もう昼休み終わるな、教室に戻るか。何してたの。そして放課後、何ぼんやりしてただけ。何しにアジトに来たんだろう。ちょっと待って、水飲みますね、一回。OK、さあどうかな、任務の方は。こりゃ難しいね、あのターゲットは。鎌田さん、ちょっと大変ですよ。お、2人の意見が一致してるね。じゃあ情報交換しようか。琴の葉の共有、琴の葉には居合わせという項目がある。そうだね、あったね。偶然現場にいたり、みんなで話し合ったり、そうして得たことの葉は、この居合わせ項目に記憶されるのだ。OK、なるほどね。つまり、今ここで使われた重要なことの葉は、小倉瀬メンバー4人の記憶が、?4 人全員が記憶する。なるほど。言った人物も聞いた人物も、後でそのことの葉を使えると。なるほどね。さっきまで独自に動いていたリポリンとカンタ、何か情報を得ただろう？さあ、彼らに人返して、得た情報をみんなに伝えよう。 OK、 リポリンとカンタから情報を聞こうか。はい、ってことで、じゃあ人返で、カンタくんから行こうかな。いやー、怖いなー、小安氏の身の回りは。
ってことで、ことの葉これだ、復讐してやる小安義満にと。何が大変って、あの小安氏モテモテだけじゃないんだな。これがん、どういうこと。次から次へと告白される。でも断ったらばそれ恨まれるでしょうに。恨まれてるの。いやまあすごい勢いで、なんてこったかね。え、違った、なんて言ったかね。すごい噛んじゃうこれ、ちょっと。いやまあすごい勢いで、なんて言ったかね。カナだっけね。なんだ、先輩だって曖昧な名前しか知らないじゃないですか。いやいやいや、名前知ってるだけでもすごいな、これは。そうね、なんか聞き耳立ててたからね。へえ。そのカナさんに恨まれてるんだね。その子、過去に振られたのかな。さあ、どうだろうね。ん？で？あ、これで終わりかな。待って、もう一個、これはどうかかんない？あ、これもか。OK。そういや、リーダー。今、女子たちの間で持ちきりの話題といえば、これ。はいはい、幽霊ですよね。あーはいはい。い、それ本当、本当にリポリン。あれ、違うんですか？珍しい。でさあ、カンタ、本当は何なの？更衣室周りに怪しげな男がいるって、覗きじゃないかってね。怪しげな男ね。なんですか、いきなり。もしかしてそれ、音量読めませんでした、一瞬で。音量、やっぱりそっちに持っていくんじゃないですか。スケベな幽霊もいるもんだね。メグちゃん全然喋らんね。で、これでカンタ君の情報は共有し終わったから、人変えでリポリン。さくらちゃん、あんなことになるなんて。で、ことの葉で見合わせか、見合わせの方か。こっち、これいい当て。さくらちゃんと会ったんですよ。ちゃんと告白できるかなって思って。どう？できそう？いやー、今のままだと無理じゃないですかね。特訓してもなんかパッとしなくて。ん？特訓？そうそう、特訓。放送室でムード満点にして告白の練習。うわー、やだな、怖いな。リポリンの特訓なんてろくなもんじゃないよ。タマは放送室の利用を知っているの？知ってますよ、多分。リポリン、どうせまた放送室でドジやらかしてるよ、これ。後で伝えといた方がいいだろうね。で、これで終わりじゃない？で、じゃあ、秋葉くんか。オッケー。さて、どうしようか。いい案浮かびました？いやー、ちっとも。ありゃりゃ、こりゃ長丁場かね。とりあえずターゲットの小安さんを監視しておこうか。糸口がつかめるかもしれない。赤い糸口ですね。別に赤くなくてもいいよ。じゃあメグ。リーダー、何？小安さんにつきまとってるカナさんだっけ。彼女に接近してもらいたい。危険じゃないのかね。わかったわ。僕もちょっと探ってみるかな。さ、今日は解散。放送室使わせてもらったし、タマにジュース持っていこうか。タマちゃんとは、じゃあ秋葉くんは仲良しなのかな。結構あれかな、なんか協力関係を結んでたりとかするのかな。運動場横多目的島内の売店、そこでジュースを買おう。 OK。 ああ戻ってきてる。森助くんにもグラフィックあったんだね。ちゃんずらかぶったままだし、しかも。で、多目的、あ、ちょ、こっちね。オッケー。行きましょう。森助くん、可愛かったな、今。こっち。あ、ちょ、邪魔。これ結構ね、ぬるぬるで動くから操作がさ、すっげえ下手なんだよ。お、あれ、二藤千鶴先生。あら、秋葉くん、こんにちは。元気？ええ。放課後にこんなところにいるなんて珍しいですね。源氏くんの声だけなんかちょっと安定しないな。そこの視聴覚室で教材の準備をするの。ああ、食堂の右側の視聴覚室。
忙しそうですね。そうよ、最近は毎日放課後も視聴覚室で仕事してるんだから。残念、協力してもらおうと思ったのに、顧問として。秋葉くん、何度も言ってますけど、私は小倉瀬の顧問じゃない。し、またそうやってごまかすんだから。先生にしか顧問を頼めないんですよ、尊敬する二藤先生にしか。嘘ばっかり。じゃあ行くわよ。かわいいね、二藤千鶴先生、綺麗な人だね。ジュースを買いに行きましょうか。じゃあ、はい、おばちゃん、ジュース一本ください。はいよ。このためだけの一枚絵。これでよし、放送室に行こう。放送室は、新東渡り廊下の横。タマそこにいるかな。あれ、なお、ここにメグちゃんいるね。あ、でもここでは喋らないんだ。この辺はもうでも喋っただけ。あ、違う、火のないところに煙は立たぬ、噂にも真相があるのよね。これあれだよね、多分幽霊の噂の、幽霊じゃねえか、なんだっけ、覗き魔の噂の話でしょこれさ。声、あ、いた。あれ、これ誰。あ、カンタくんか。これカンタくんのことじゃないの。あの覗き魔って。放送室はこっちか。場所を覚えるのもちょっと大変だ。ここでしょ。 OK、 いる。あ、いたいたいた。いやー、頭。あら、秋葉くん、こんにちは。また小倉瀬が動いてるのね。知ってるの。そりゃあ今回の依頼は私の紹介だもん。そうなの。あのさ、その依頼のために放送室使った形跡があったわ、リポリンちゃんあたりね。うん、それを伝えに来たんだ。使わせてもらったよ。事前に言ってもらえるとありがたいんだけどね。まあまあ、ジュース持ってきたから。ありがとう、喉乾いてたから助かったわ。え、何この BGM。 放送室使用についてもう一言たまに言っとくか。なんだろう、ことの葉使えばいいのかな。これかな、合ってた。告白の練習の居合わせの言葉かな。それでさ、頭。はいはい、期待してるんでしょ、リポリンちゃんのドジに。うん、まあ。わかったわ、ちょっと探ってみる。なんかあったら連絡するから。よろしく頼むよ。報酬はジュース3本。いい、残り2本ね。これはこの間のツケの分でしょ。ダメよ、3本。せ、私を味方につけといた方がいいわよ。そのためにはちゃんと報酬払ってね。はいはい、じゃあな、タマ。ここもいいね、このペアもね。タマへの報酬結構貯めてるんだよな。もうちょっとジュース買ってくるか。オッケー。もうさっきから行ったり来たりしかしてないよ。これで、こっち。ちょ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 、引っかかって。お、おや、カンタ。まだ足らないね。あ、ん、なんだろう、目をギラギラさせちゃって。売店から出てきたカンタ、なんだか様子がおかしかったな。おばさん、今出て行った怪しげな男子生徒、何買ったんです。あの子か、買ってないよ、お金が足りないのさ。そんなにいっぱい買おうとしたんですか。そうじゃなくてさ、ビデオカメラさ、安物だけどね。ビデオカメラが売店に売ってるの。そんなもの学校の売店で売ってるんですか。し、これ秘密なんだよ。はあ、理事長がオケってさ、学園祭だなんだって、これからイベントだらけだろ。はあ、親御さんを狙って人儲けしようって魂胆なのさ、商売人だね。まあ私立ですからね、バレたら問題でしょうけど。さっきの子、どこからか情報を手に入れて買いに来たのさ。しつこくてさ、しょうがないから売ってあげようとしたんだけどね。なるほど、しかし生徒に売るのは問題では。まあ生徒に売るのがこれ、これが初めてじゃないからね。そうなの。じゃあ他の生徒も買ったんですね。まあ女の子にも売ったね、カメラ。
秘密なのにね、おかしいね。僕も今知っちゃいましたけどね。さて、ジュースください。あ、いや、今言ったことは秘密だよ。秘密ったって、おばさんペラペラ喋ってたけど、カンタの口頭って読めないよな。一体何してんだか。カンタ君はあとはどこに行ったんだろうね。またここにいる？あ、いたいわ。あ、カンタ、また、ん？またあそこにいるのか。それにしてもカンタ、最近ずっと体育館裏にいるね。幽霊を探してんのかな。ま、そっとしとくさ。さーて、ジュースもあるしと。そっとしときません。そっときしときません。喋ってください。喋ってくれませんでした。ジュースもあるから、もう一回放送室行くのかな？オッケー。はい、行きますよー。ぐいっと。あれ？あれ違う。ん？あれどうすんだ？ジュースもあるし。あー、なんだ、することなくなったんだ。ということは、人変えで他の人に変えようか。あー、大森かなちゃんがいる。じゃあ、飯田橋めぐちゃんの方を先にやって、そっからかな。カナという子、ターゲットにつきまとっているのね。メグちゃんの BGM も素敵だね。彼女が孤立した檻を見て接触。リーダーの言う通りに。カナという子が孤立した時に接触と。カナちゃんどこにいるんだろうね。あ、またここにカンタがいる。カナちゃん、カナちゃんどこ？前ここにいたのにね。カナちゃん一回、あ、違うわ。カナちゃん？カナちゃんどこにいるんだ？あ、わかった。人変えで、カナちゃんに変えて、喋り出しちゃったけど。こやす。カナちゃんの声どうしようかな。こやす、また呼び出されて。今日は休校者脇か。どんな子だろうね。もうやばいな、この人。なんか女の子を品定めしてる感じするもんね。あの余裕しゃくしゃくの態度が気に入らない。小安の後をつけて、あいつの非道を監視してやる。なるほど。で、吉光を恨む大森かな、普通科3年。あ、3年生、同級生なんだ。なるほどね。右目に泣きぼくろ。かわいい特徴。性格、神経質。友人を気安く振って傷つけた奴に激しい恨み。あ、なるほどね。カチューシャ、ふわふわヘアー。ご飯を、ん？ご飯もお菓子も大盛り。かっこ、最近のブームは、フランスパン、丸かじり。かわいい。で、どうしたらいいんだ。孤立したところで接触って言ってたけど、小安さんのところにとりあえず行けばいいのかな。かなちゃんを先にやって、めぐちゃんに切り替える方がいいのかな。小安、もう校舎の外に出てったみたいな。早く追いかけよう。校舎の外。あ、こっちじゃないわ。校舎の外は、1階に降りて、どこだ？いたわ。さてさて、時間通りだね。私も好きじゃない。通り過ぎちゃったよ。いや、もう、めちゃめちゃ目立つやん、こんなん。今日の待ち合わせはここね。小安の議程者がまた一人。で、人変えで、今、めぐちゃんは何もできないから、あ、どうだろう、めぐちゃんに変えて、かなちゃんのところに。あれ、かなちゃんいないわ。かなちゃんがいない。とりあえず、まあこの辺に置いといて、じゃあ代々木たまちゃんにしようか。リポリンちゃん派手にやらかしたわね。あちこちいじっちゃって。元通りに片付けなきゃ。でもこの部屋って元はどんな風だっけ。この位置で机に向かえば部屋の風景をいつでも思い出せる。ほら。なるほど。こんな感じ。
そんな感じね。結構違うね。さすがタマちゃん、ちゃんと覚えてるわね。さ、全部元の位置に戻さなきゃ。正面の机に向かえば位置を思い出せるわ。あ、なんだこれ、どうしたらいいの。待って、もう一回。こう、あーあーこういうの覚えるの苦手なんだよな。こう、これでしょ、これがここでしょ。ここに置いとくといざって時にすぐに手に取れる最適の位置なのよね。で、ここに置いた。で、これかな。これがここにあるのはさすがにおかしいわ。で、ここだね。大切な備品がいっぱい入ってるからちゃんとした場所に置かないとね。ここね。で、これをここだよね、多分ね。やっぱり椅子はこの位置、ここが一番落ち着くのよね。これ?ん?これ、なんだっけ、後で考えようかな。これか、あとは。やっぱりなんか気になるのよね。ちょっとずれるだけでもすごい違和感があるの。 OK、 バッチリ。そう、この位置よ。これでしっくりくるわ。これだけだよね、あとは。あれ?あとなんかあったっけ。スイッチ入ったまんまだ。リポリンちゃん、室内オーディオ使ったのね。切っとかなきゃ。で、あとは特にないかな。特に大丈夫かな。作業に戻る。これかな、あとは。うん、あとはこれだけか。予備のスピーカーだけど、どこにあったっけ。この辺。あ、そういえばこっちの棚のどこかに入れておいたんだっけ。元に戻さあった。この辺。ん?あれ、片付けも無事終わったけど。へえ、リポリンちゃん、面白いお土産置いてったわね。これ結構貴重よね。何置いてったんだろう、気になるね。何にも読めない。羽里放送部員、代々木多摩、普通科2年、情報屋、小倉瀬には入っていない。なるほど。いつもメモ帳とペンを持っている。情報のためならばどこにでも走る。あー、イヤホンが外れた。サバサバした性格、星の髪飾り、情報量かっこ探偵、ん?では大抵源氏から。なるほどなるほど。信頼性の抜群。はいはい。情報量はだいたいジュースをもらってる感じかな。はい、ということで、じゃあ今日はこんくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。なんかこう地味に進んでるような進んでいないようなみたいな、こう地道な作業ですけれども、なんとかね、さくらちゃんが告白を無事に成功させることができるように頑張っていきたいと思います。では次回に続きます。セーブして終わろうかな。はい、ではお疲れ様でした。おつぴよー。